皆さん、こんにちは。たならじやっていきたいと思います。今回はこちら、m マ1グランプリ2023がですね、あと25分後に開幕されます。よいしょ。うわー、楽しみ。まあ、正確に言えば、もう m 1は始まってますよね、まあ。m 1の決勝戦がですね、18時半からということで、あともう25分しかないんですけども、もう敗者復活とかはやってるからね、もうワクワクしますね。いや、めっちゃんこワクワクするわ。だってもう、あと少しで、 もう今日でこうめちゃくちゃ大スターになる人が決まるんですもんねこれすごいめちゃくちゃ楽しみですよねということで M1 の前にですねまあいろいろねもう6つくらい話してたらいいなと思っておりますよろしくお願いいたします、えー、まず1つ目はですね M1 の話でございますけれども、えー、全部 M1 だけどやっぱ M1 ってあっという間じゃないですかなんかさ去年ウエストランドさんが優勝したのが12月14日 18ですよね、14日じゃないわ18と18日かな、うん、18日にユ、えー、ストラズさんが優勝されてからですねもうい1年と1週間くらいは経ってるんですよね1週間弱ほんとあっという間ですよねうんなんか1日は言い過ぎですけども半年くらいしか経ってないなって私は思っておりますけれどもね結構あっという間ですよねうんと,うとでも やっぱ M1 能力はすごいと思います。なんか2022年から2023年がめちゃくちゃ早かった。もう2023年なんだって今思ってないからね。やっぱ2023年って不思議な年でございますけれども、すごいね、M1 って。で、ね、二つ目はですね、こう優勝しそうなコンビとかね、いろいろ話していきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんどんなコンビが優勝しそうでしょうかよければコメント欄で送ってほしいんですけれどもですねえ、私はですね、まあ、 適当な予想ですよ予想なんですけどもまあロングコートダディ敗者復活からこうロングコートダディさんとか、えー、オズワルドさんとか入ってきてほしいですよねうんそうだからまあもしロングコートダディが優勝したらさこうさぎ年にうさぎたちが優勝するっていうなんかちょっとめでたい形になるんですけれどもねうん、うん、なるほどねまあそんな感じでまあいろいろそういう。 予想できますよね。まさやかさんたちとも優勝するとかね、えー、ちょっと予想できますよ。ね、前回さやかさんがですね、もう優勝準優勝でしたからね、もう優勝の可能性も大ありでございますからね、えー、頑張ってほしいですね。マジでね、楽しみでございますね。 うーんで、シンクジェシカさんもね、面白いよね、これね。でですね、えこちら3つ目行かせていただきます。審査員についてでございます。えー、皆様知ってる方も多いと思うんですけれども、M1 <laughs> グループリ2023年の審査員はですね、 えー、いつものと言いたいところなんですけれども、えー、2021から2020になることによって、オール巨人さんと上野め美,美子さんが抜けられましたよね。で、その代わりに、えー、博多大吉さんと山田邦子さんが入ってきたということでですね。まあ、ちょっと今、今審査員が、あの、長年も一緒だったんですけど変わっちゃったみたいな感じになっちゃったんですけども、今年もね、えー、変更になりました。えー、立川志楽くさんね、え、男子さんのお弟子さんのね、落語家である立川志楽くさんがですね、審査員の席を、 えーちょっと降りられたんですよね。ちょっとマジで残念ですね。うん、落語だから、こう芸人以外でも落語というね、えー、形でちょっと別の、別のね、こう視点からもちょっと審査の方をしてほしかったんですけれども、えー、ちょっとね、えー、席を降りられたということですね。その代わりにですね、うなばらとも子さんね、うなばら、うなばらとも子さんがね、入ることになりました。はい、うなばらとも子さん、ザ・漫才出まくってるよね。うんうん、だからさう さんねもこうザ・漫才出まくってるんでこうやっぱ漫才を評価するとのは結構できると思いますねうん多分ちょっと上からだったな上からだったけどまあ、うん、審査の形注目ですねえー、なのでですね今年はですねその審査員があの交代されたということでございますでえー、もう楽しみですよねでですねやっぱもう 神沼恵美子さんと島田晋介さんはね、もう一回でいいンでちょっとんさんやってほしいところありますね。うん。やっぱ上沼恵美子さんって今考えてもすごいよね。うん。M1 イコール上沼恵美子のね、うん。連立方程式た、うん。ね、なっちゃいますからね。うん。めちゃくちゃね、神、うん、沼恵美子さんもう一回出てほしいと思いますね。す介さんもね、やっぱ M1 の創立者が審査するっていうのもやってほしいと私は思っております。はい。でですね、続いてね、私ね、歯医者復活 ですね、敗者復活点なんですけれどもは敗者復活いろいろあるんですけども今年からですね敗者復活の形となりましたですねこう今までだったらこう外だったじゃないですか、はい、全部外だったんですけれども今年からですねこう室内になりました、はいまあ、これ賛否両論なんですけれども、えー、3の意見といたしましては。 こうえー、やっぱりこう適した環境で漫才をすることができるこれがですねこうやっぱ賛否両論の賛の方ですね、えー、で P の方はですねこうも,もっと過酷な環境で漫才をしてほしいみたいな感じの意見があるんですけど私は賛成ですねうやっぱ室内になってですねこう完璧な漫才こう完璧な環境が揃ったわけですがその前で漫才を披露してほしいと思っておりますはいでですね こう、いろんな動画、M1 の動画とか見させていただいたんですけども、まあ、やっぱ納得しましたね。うん。M1 ね、こう、このコンビ好きだからーっていうので投票するのではなくですね、やっぱ、このコンビ面白いなってだから、面白さで決めてほしいよね。面白さ、このコンビが面白いから投票するみたいな感じで、やっぱり面白さで皆さんね、えー、ぜひぜひ投票よろしくお願いいたしますってね、うん、もう M1 の運営者みたいになってしまっているんですけれども、まあね、えー、もう楽しみですよね。でですね、私ね、あの、 ちょっと昨日までね、昨日までちょっと風邪ひいてたんですよ。まあ厳密に言うと、まあ今日もちょっと引きかけてるのもありますけれども、もうだいぶ治りました。はい、えこう木曜日くらいからかなもう風邪ひいててですね、ちょっともうゲホゲホになってましてね、こう、ったね、めちゃくちゃ風邪ひいててですね、もうめちゃくちゃしんどかったんですけれども、こう、M1 の日になるとなんか急に治りましたね。うん すごいやっぱ m 1の日になるともうカゼゴン何も何事もなかったかのにパッて治りましたはいやっぱ m 1パワーすごいですねもう昨日までめっちゃしんどかったけども今日はですねもう完全復活でございますありがとうございますよっしゃー ということで、まあいろいろ話しましたけれどもね、こう M1 グランプリですね、もうめちゃくちゃ面白いことになると思うんで、えー、放送事故のないように M1 グランプリ2023、ね、年を一緒に盛り上げていきましょうまあなんかいろいろ食べたいですね私はちなみにポテトチップスを食べる予定です。えー、最後まで見てくれてありがとうまた見たなイエーイ皆さんは誰が優勝すると思いますかコメント欄で送ってきてくださいお願いします楽しみ